今シーズン最後まで調子が上がらなかった中田。さらに打率4割の可能性を残しながらも怪我で長期離脱となった近藤など、最後まで機能しなかった打線。しかしそれゆえに台頭した若手の存在も光った。若手筆頭というよりも、もうシーズンの途中から欠いてはならない存在になりましたね。松本剛24歳、4月23日一軍昇格し即スタメン出場すると、25日のソフトバンク戦では WBC でも活躍した千賀から1試合2ホーマー、一気に存在感を放った。こういう風な打球を打ちたいなっていう欲が出てきたり、結構いい方向に進んでるなって思う実感もすごいあったりして。シーズン後半に入っても調子は落ちず、入団6年目で初めて規定打席にも到達した。もう本当にこんなたくさん出れて、まあ、充実してるシーズンを送れたと思います。もう来シーズンが勝負になると思うので、ここからまた頑張っていきたいと思います。プロ野球選手として試合の中で皆に認めてもらいたいという欲があれだけの躍進を生んだんですね。目が離せない選手の一人になりましたね。若手の台頭という点ではこの選手も外せない。2年目の横尾俊武24歳、8月27日の楽天戦で持ち味である豪快なフルスイングでプロ第1号を放つと、9月に入ってもその勢いは止まらない。4試合で3本のホームランを放つなど、長距離砲としての素質を開花させようとしている。今はこうやって手応えを感じて、そこシーズン終われたので、本当に前向きに来年のシーズン入れると思うので、はい、あの長打力はリーグを切ってでもトップクラスの長打力があると思うんですね。中田、レアードに続く右の長距離砲として名前がしっかりそこに固定されるんじゃないですか。さらに野手ではルーキーの石井和成が114試合に出場。プロ1年目は充実のシーズンとなった。今シーズンこれだけ出させていただいたので、その経験というのを存分に出せればいいなと思います。そして先月28日には6月に腰の手術を受けた近藤が一軍復帰。相変わらずのバットコントロールを披露、スタジアムを沸かせた。自分の中で、描いているバッティングと、まあ、体がうまく、一致してきているのかなと思いますけど。2017年のシーズンで泥まみれになったファイターズですよ。はい、その泥まみれになり、声物知らずの選手たちがどれだけ強いものを表現できるのか証明してほしいですね。